今からですね、日曜日札幌11レース第57回札幌記念 G2 の開講をしていただきます。よろしくお願いします。はい、行きましょう。札幌記念は芝の 2000m の G2 ですね。はい、はい、まあ牝馬2頭でしたけども、まあ、ソダシとラブズオンリーユー、この2頭が人気するっていうのはまあまあ分かりますね。でソダシは、前走2400、まあ、いろいろね、グリーンチャンネルとか見ててもね、その前走のオークスの範囲を説明するときに、その他馬からのプレッシャーがあったみたいな話結構出てますけど、いや距離って普通に言ってください。ね、ジョッキーが、ね、距離って言ってるんですよ。ジョッキーが距離って言ってたら距離なんですよ。そのなんか外からの圧とか言ってますけど、その圧に関してもジョッキーがどのレースだって圧はあるわって言ってるんですよ。そしたらそれを言うとは聞いたらええのに、まあ、誰とは言わんけど見とっても圧がどうのこうのとかやったら言ってる人おるんですけど、いや距離や、そんなね、なんか一般の、ね、ファンがね聞いててようわからんような、なんかその見えへんものをあんまり理由として挙げるのは良くないと思います。まあそれはね、それがゼロとは言わないですよ。ゼロとは言わないですけど、ジョッキーが距離が長かったって言ってんやったら距離でいいじゃないですかね、はい、と思いません、なんでそういう風にややこしい方に。競馬ってね、ただでさえね、いろんな複数の要素が、ま、バンバン重ね合ってきてすごい、こうなんやろ、複雑なもんじゃないですか、はい、で挙句の果てに走っての動物じゃないですか、生き物じゃないですか、というのはものすごい難しいもんじゃないですか。だからこそそれをできるだけ分かりやすくかつ理論的にいこうやっていうのが私の理論、まあ、話してる内容なんですけど、もちろんその、はいはい、その話してる内容だけで全部を網羅はできないです。そのだからこそこのジョッキーが喋ってるアナログっていうものを今でもこだわってるわけなんですよ、全部このね、今の機械化、何でも機械化できるこの今の世の中で、こんだけアナログが今でも重要なことって競馬以外にあんまないと思うんですよね。すいませんね、ちょっとスパチャいただいてる、さっきそれ言う。はい、ありがとうございます。オンザランさん、いつもありがとうございます。ヌイヨさん、ユーセさん、こんばんは、毎度ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。札幌10レース トラッチについて、ムニューさんの一言、まだ見限れないなかな、見限るなじゃないですか。あ、まだ見限るなかあとあり、ひも穴に追加、結果3連目取れました。おお、素晴らしいですね。まさに金言、金言ありがとうございますと、さっき知ったのですが、トラッチ1レースのイエボン・ポルッカの兄弟でしたと。おお、兄弟揃っていい一日で、なるほどね。あ、どうもありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます、まあね、それは、まあね、もうありがとうございます。ナイスパでございます。で、まあ、もちろんね、その私が言ってることが全てではないし、そういう複雑な要素があることは確かなんですけど、でももっと目に見えて分かりやすいものがあれば、そっちをちゃんと取り上げてもらった方がいいと思います。複雑、ものすごい複雑な競馬やからこそ簡略化できるところっていうのはなるべく簡略化したい。で、当たり前ですけど、私が言ってることが全て正しいわけじゃなくて、誤ってることがあります。その誤ってることを事実で見せられたら、それを素直に訂正していきたいんですよね。そういうやり方の方がいいと思います。で、まあまあまあ、もちろんソダシは将来2400をこなす可能性は全然ありますけども、今回距離が 2000m に短縮しました。で、札幌2歳ステークスで1800の距離でレコード勝ちして、まあ、わずか首差ですけど退けたユーバーレーベンがオークスを勝ったわけですから、はい、まあ 2000m の距離ならこなしてもなっていう考え方は自然な流れだと思うんですよ、これは、で、まあ、自然な流れで今回実際、これ 1000m 通過が59秒9とそこそこのペースで流れましたし、あと、はい、トーラスジェミニ言っても前走七夕賞で 2000m の重賞を勝ってる馬を早々に潰しに行っての勝利っていうのは、距離、その何やろ、スローペース、ゆっくりのペースで流れて、距離の負担がなあんまりなくて2000勝ったよっていう内容じゃ決してないじゃないですか、はい、っていうのは2000は全然大丈夫っていうことを示す好内容やったと思いますよ。はい、で、まあ、まあ強かったですよね、強かったですね、これは、はい、まあ、このレース運びができるんであれば、小回りコースの、週刊賞ってどこですか、阪神ですよね、週刊賞は阪神ですね、阪神、内回りです、はい、そうそう、まあ、言ったら阪神の外回りでこの馬って、桜花賞と阪神ジメナイフィーズ買ってきてますけど、内回りコースになったって、何ら問題ないっていうのを示しました、ね、はい、ですね、かなり優勝、もうほぼ一番人気でしょ、まあまあまあ、1点何倍でしょ、下手したら。はい、下手したら、まあまあ、1点何倍までならんとしても2倍前半になるんじゃないですか、はい、でしょうね、人気もあるし、でラブズオンリーユーは、
まあ、今回ね負けた理由として、まあ、レース中の川田騎手、レース後の川田騎手がレース中に起きたことが、起きたことを僕がうまくいなすことができず、それが最後に響いたことは間違いありません と、まあ、自分でジョッキーがちょっとあの非を認めてるんですけど、そのレース中に起きたことっていうのは何かというと、競馬ブックの見解を見ても分かりますけど、3コーナーで内から里のセシルが出てこようとするのをブロックと、ここで馬体を接した、まあ言うたらまあぶつかったってことなんですかね、うん、あとあれじゃないですか、多分外、多分うちのステイフーリッシュが故障したオーリックラってるんじゃないですか。ああ、なるほどね、なるほどね、はい、そうか、ちょっともう一回見ます。それで避けようとしてたと、今見ましたか。今見ますわね、確かそうだった気がしますけど、だからなんかあんまりどの馬がどうみたいなのは言えないんじゃないみたいな感じだったと思いますけれど、ちょっと見ましょうか、ちょっと、はい、見ましょう。いやでも そんだけのアクションがあったら競馬ブックは普通見解で書くんで、ね、まあ、それ書いてないのがなんでかなと思うんですけど、なんか出てこざるを、まあ、得なくなったんじゃないですかね。でも里のセシルを確かに終始無交渉とかでも先に動こうとはしてたような気がしますけど、うんうん、ぶつけ合ってました。なるほど、そう、確かなんかブラストワンピースが行った時にブロックしようとして先に行ってみたいな、はい、うん、こっちか、里のセシルが損出した時にブラストワンピースの肌に挟まれた。うん、なるほどね。それでしょ。そのことやね。やっぱりね。うん、ああ、なるほど。いや、はい、やっぱね、その小勝馬の煽りとかやったら、もっと絶対競馬を書くんで、ちゃんと。ああ、なるほど。はい、うん、ああ、なるほど。だから、ルメール騎手は制裁食らってる、ああ、ありがとうございます。私がミス。それ、わかりやすい、わかりやすい。はい。まあ、制裁のとこ見ましょう。はい、4日目の制裁で、うん。里のセシルのルメール騎手は3コーナー手前で外側に車高と、うん、だからそれですね、うんうん、それの煽りをまあちょっと食らったってことですね。なるほど、うん、なるほど、なるほど、まあ、着差がわずか 0.1 秒やから、まあそれを悔やんでるわけですよね、まあ、川田騎手はね、うん、なるほど、なるほど、うん、止まってません今 YouTube 大丈夫ですか。 YouTube はちょっと待ってくださいね、今私窓たくさん、あ、多分止まってないです、止まってないです、はい、うん、うんうん、いや、まあ、おそらくっていうか、まあ、直行は間違いないと思いますよ、あの、うん、大花賞への直行はね、うん、はい、うん、まあまあ、その、まあ、でもね、このね、ラブズ・オンリー・ユーに関してもね、その前走が、まあ、香港遠征で、このあと、秋、この馬、アメリカに遠征するんですよ。で、遠征と遠征の間って、当たり前ですけど、その状態面に関してだって、普通ではだいぶ難しいし、当たり前ですけど、ここでピークに仕上げることができないじゃないですか。間違いないですね。それで勝ち負けに持ってくるって、はい、八重さんの腕ってやっぱ半端ないですよ。うん、やっぱ半端ない。普通やったら、あのね、うん、だいぶ難しいレースですよ、海外と海外の間のね、間でしかも目標じゃないレースじゃないですか。はいはい、めちゃくちゃ難しいですよね。すごい、ソダシって、週刊賞などダート行くって言ってますか。あ、まあ、それも楽しみですね。いや、ダート行って、ね、ダート見たいですね。ねえ。うんうん、いや、面白いな。うん、すごいな、夢がありますね、いろいろ、うん、で他の馬を言うと、そうですね、で私はこれね、あの、うん、ペルシアン、まあまあ見てくださってる方は分かりますけど、ペルシアンナイト第一推奨馬やし、まあ言ったら、まあ印を打たなあかんところに出してるところで言ったら本命です、これね。で、ね、うん、このペルシアンナイトを本命できた理由っていうのは、ブラストワンピースとの枠の差があります。ブラストワンピースの話をするときに、ブラストワンピースは内枠が本当に味方にできる馬やと話をしてますよね、過去、うん、あの、はいはいはい、前走の鳴尾記念だって、私これ前走の鳴尾記念ね、これ私ブラストワンピース本命打ったんですよ。それはなぜかって言ったら、はい、1枠やからなんですよ。で、これ2年前にブラストワンピースが、この札幌記念勝った時も1番ゲートなんですよ、うん、この馬 2000m っていう距離は、あの、2000m で新潟記念とこの2年前の札幌記念と重賞2勝してますけど、実際今のこの馬にとって 2000m というのはだいぶ短い距離なんですね。ということは 2000m で好結果を出そうと思ったら、内枠を引いて1コーナーをいい番手で回らないとダメなんです。でブラストワンピースの前走のナルオ記念 と、ペルシアンナイトの着差見てください。前走を同じレースに走って、まあ、3着4着ですけど 0.2 秒差なんですよ、はい、で今回ブラストワンピースが外枠を引いたことによって、ペルシアンナイトとの 0.2 秒差っていうのはなくなるどころか、確実に私ペルシアンナイト、あの、先着する自信ありました。ははは。でそれで人気見てもらいたいんですよ。
ブラストワンピースは3番人気で単勝12倍で、それに対してペルシアンナイトは8番人気の単勝28倍。ここをつかんか、もうここは格好の私にとってはあのもうつく場所になったんですよね。でなるほど、もちろんそのソダシとラブゾンリーは強いから、まあ、この3連単の目、まあ、推奨あの解明オプション、あの胸広ネットの解明オプションやってる方は3連単も的中されて的中になってますけど、3連単はもうソダシとラブゾンリーしか1着固定してないです。ということはこの2頭がもう強いんですけど、3着以内に入ってくる人気妙味馬という意味ではこの馬が格好の狙いやったんですよ。はいはいはい、うん、なのであの、まあ、解明オプション見てもらってる方は分かりますけども、7のペルシアンナイト絡み以外の馬券書いてないですよ。だからほんまに一番でかい的中はラブゾンリーユーとペルシアンナイトが入れ替わってたらゴッツ買ったんですけど、まあまあ、なるほど、まあまあでもこの名でも3連服3連単は鬼買いです。これいやこれ3連服めっちゃついてますね。で 3連服も3連、うん、そうでこれ2着と3着入れ替えたら3連単210倍ついてるそれはすごいですね。それはもう 鬼ボーナスやってんけど、はい、まあまあそれ鬼ボーナスが入らんかったとしてもこの3連服と3連単は私のやつ見とったら鬼買いできます。これははい、あの取らせていただきました、ありがとうございます、うん、これめっちゃついてると思うんですけど、ね、私これ一撃、このレース一撃で今週の資金も超えてますからね。あと全部外れたってもう回収率100超えますから、まあまあ、まあただあれやわ、その私最近ちょっと重症であんまりええ結果出てなかったから、まあ、それが素直に嬉しい。やっぱね、1レースの100円、1レースとか2レースとかの未勝利の100円と G2 の100円って もちろん同じ意味の100円ですけど、うん、やっぱ私注目されんと話にならへん仕事をしてるんで、そういうのは素直に嬉しいですね、はいはい、いや素晴らしいと思います、うん、はい、もう印完璧ですもんね、うん、印完璧です。だって私もこれ上3頭で、ワンツースリー締めて、しかもペルシアンナイトに本命打って3連単はペルシアンナイト別に1着に固定、1着に置かへん名でピンポイントう、ね、うん、だからもう完璧ですよ、うん、私これ、うんうん、まあまああとね、まあ、馬の話に戻ると4着のマイネル・ウィルトスは前走の函館記念で、はい、あもう普通の重い芝ぐらいでは無理で、もう道悪じゃないとあかんのかなっていう印象を与えましたよね。けど今回の内容っていうのは、まあ、言ったら、前走の函館記念よりも強いメンバー相手にまあまあ好戦しましたから、これはマイネル・ウィルトスにとっては今後に明るくなる内容です。この馬も馬券的に、狙いたい馬に今後になってきますね。あとね、まあ、ブラストワンビスはさっき説明した通り、もうこれは、でもねこれね岩田騎手はやっぱ馬が乗ったと思います。どういうことかっていうと、外をずっとね外回らされるのは嫌がって、外枠引いたからもう前半から位置取り取りに行かれへんって分かってるじゃないですか。だからまくり打ったでしょ、あの時にはちょっとやられたかもしれんと思いましたね、うん、いやあれはやっぱ岩田康成のもう真骨頂というかうまさですね、この馬だって乗ったん前走からでしょ、2回しか乗ってないでしょ。それでだってブラストワンピースって今までまっくりなんか打ったことないじゃないですか。あ確かに。それで2回目で今までこの馬に超一流ジョッキーがずっと乗り続けてたわけやのに、今までやったことないことをいきなりやってくるって、これはやっぱりこの人すごいなと思いましたね、うん、ああこの手があったかで見てて思いました。やられたらその手やなんて思いましたね、うん、やっぱり、まあ、最終的には足持たなかったですけど、大した乗り方やなと思いました、はい、うん、はい、まあ、あと下の着順で言うと、まあ、ユーキャンスマイルとか、あと、ウィンキードスとか、まあ、あとは、まあ、アイスバブルもディワマミモルもみんな、まあ、2000m 短い馬たちですよ、うん、もっと距離欲しいです。ユーキャンスマイルはレース後の藤岡雄介騎手が距離は2000でも問題ありませんってコメントしてますけど、問題あります。やっぱ、はい、こんだけの強いメンバー相手にあの馬券圏内とかに食い込もうと思ったら2000では無理です。はい、3000m 以上の実績があんだけある馬が2000問題ないっていうことはないんですよね。それは自分はこなせるかもしれんけど、やっぱ競馬って相手がおるわけやから、相手の2000適性の高さとかを考えたら、はいはいはい、やっぱあの馬券圏内には入らないですね、うん。ウィン・キートスも前走日経賞、日経賞じゃないわ、ね、目黒記念、目黒記念です、はい、目黒記念を2500の距離であのペースで勝ってるわけですから、2000m に短縮してきたらやっぱこうなるのは、これ結果がほんまに物語ってると思いますね、うん、バイオスパークはちょっとかわいそうでした ね、うん、かわいそう、もうゲート出てどっか行ってましたもんね、ちょっと変な感じでしたよね。あと、まあ、あと、え、何が絡まった？タズマが絡まったんか。制御不老って書いてあるんですよね。なるほどな。珍しく聞いたことないなと思いましたけれど。うん、
あとまあステイフーリッシュは、辛抱サイドやったからまあまあ、そうですね、それは良かったですよね、はい、保証じゃなくて、うん、以上ですね。はい、ありがとうございます。ブラスティワンピースこれ、うん、鉄球ってこれあれでしょ、大竹厩舎から預かってるだけじゃないですか、うん、そうそう関係ないです、ね、うん、そうですよね、はい、はいはい、というわけで、以上第57回札幌記念 G2 の開講でした。ありがとうございました。